はい皆さんこんにちは今日は緊急で動画を撮っていますサムネイルのタイトルにもありますように僕の素の AI 用の歌詞ビルダーというたくさんの方に使っていただいている2万回近くになっているような人気の GPT 図ですけれどもこれがですねオープン AI 社によって突然消されました。 当初は意味が分からなかったので復活のしようもなかったんですけれども今から思えばスの a i というブランド名これがですね GPTs の約束ごとに触れるということで多分そういういい処置をしたのでではないかなかと思われるんですね例えば YouTube 動画を便利にアップするためのツールなんかも作っていますがそれなんかも YouTube という言葉は 使えなかったんですそのように使えないというのが分かった時はわざわざそんな名前を使うこともなく僕の場合だったらそこを動画作成なんとかとかですねそんなような名前を付けたりしてですね対処していたわけですでもですねその a i の場合はそういうことがなく最初から問題なく GPT 図が新規作成できたわけですね それなのに、そして何万人もの方が使ってくれてるというのに、何の警告もなしにですね、公開を取り下げましたというふうに言われたんです。僕は今普通に話してますが、とっても腹立たしく思っています。警告をしてもらって、何が悪いかを教えてもらって、そしてそれを改善する。その改善がなかったら、緊急で処置をする。 それなら分かりますけれども自分たちが後から変えたポリシーにたくさん使ってもらっているソフトを急に使えなくすると皆さんから問い合わせの連絡がいっぱい来ました。ななぜ動かかいんですかとかいうことでですねでも名前を変えようにも変えれないんです変えようと思ったら異議申し立てはありますかみたいな画面になってですね 変更しようにも変更ができないそんな状況だったので一応クレーームのメールを出しましまた。結論的に言いますとそのクレームは全く相手にされませんでしたこれがオーー AI へのクレームメールです。まずたくさんの人が使っていて最初記者が認めたものを警告や改善方法も提示せずに公開を止めることにより 記者の運営に対して私ではなく、一般ユーダーが不信を持ちます。多分考えてみると s n o a i というブランド名が記者のルールに抵触したものと考えられますが変更をしても保存ができないなどの記者のプログラム能力の課題で修正ができません s n o a i は作った当初は人気度知名度が そんななにもなくってですねそして記者のガイドラインもクリアしていたわけですから後からこういう処分をされたらですねオープン AI さんのユーザーにも SnowAI の,のユーザーさんにも不利益で僕のもとにたくさんの相談が来ています私は貴殿の方針は受け入れてタイトルや説明欄もすでに 変更して保存しようとしているのに、それができません。必ず異議申し立ての画面になってしまって、変更を記者が確認する画面になりません。どちらになっても、何万人もの利用者に育てた GPT 図であるわけです。私と記者、オープン AI さんということですね、はパートナーのはずじゃないですか。この処置自体は、 ブランド名などの利用条件それを厳しくしていくこと自身それにはクレームはありませんでも修正をしても継続ができないという方法論はユーザー軽視も華々しいですですからいくら世界的なオープン a i さんでももう少しいいやり方をしないとですね批判の原因になりますということで まあ今なんかですね社内も優秀なエンジニアさんが辞めたりとか赤字が先日からも問題にもなっていますけれどもですねいろんな面でやり方がまずい僕はオープン AI さんにクレームをあげたいと思いますもちろんチャット GPT が世界中の皆さんに素晴らしい貢献をしてくれたことは僕は大変感謝してますし そしてこれからもどんどん伸びてほしいですがやり方という面ではちょっと疑問を持ちますまあそんなことがありましたがここまでの話ですまあ新規に作ることはできるんですねですから僕が開発したインストラクションですからそれをコピーってですね全く新規に GPT 図を作りましたそれがですねはいこちらの 可視作成 AI というやつですまあこれなら問題がないでしょうということででこの説明文のところにもですね SnowAI ということも書いていましたがそれは外しました V3.5 対応というふうにまあこれからも例えばバージョン4が出たらですねこれ V4 対応とかいうふうに変えていきますけれどもここはですね SnowAI という言葉がありますがこれプロンプトの代わりになるスターターですのでこれは多分問題がなくですね GPT 図公開モードにできましたのでこのアドレスを今日は YouTube の概要欄ににも貼っておくようにします。使い方自身は緊急でしたので大きな機能アップとかは何もしていません。 前回までのままですのでこれで歌詞を作ってください今日は何かわからんけれども「大人気歌詞ビルダー消されました」というふうに書いてあったのでこの動画を見てくれた人 SnowAI はお使いかも分かりませんけれども SnowAI 用の歌詞などを簡単に作れるソフトですので複雑なことは言いませんがパッパッパッとデモをしたいと思います僕の YouTube の中で s ノ o a i などで検索してくれたらたくさんの解説動画が出てきますそしてまた s ノ o a i 関連の歌詞に関わるいろんなツールをたくさん作っていますのでその他の GPT ズも使っていただいたらいいわけです s ノ o a i の歌詞を日本語で手伝ってというのを押します するとこのように作りたい曲名ジャンルそしてスケールとかまあこれはスケールはなかなか思うようにはいかないんですけれども何番まで作るかとかですねそんなようなことをいろいろ聞いてきます。けれども、曲名はは夏色の虹、J-POP、他はお任せということで全部「他はお任せ」でらしてもらおうと思います。 これでププロンプトを送信します。はい、このように歌詞が書かれまして、そしてその a i で使うスタイルオブミュージックというところに入れる120文字までの音楽スタイルをこのように英語で表現してくれるようになっています。その下に日本語ででも j p o p b p m 1 2 0のアコースティックギターなど英語が苦手な方のために下に解説をするようにしていますそしてひらがなで歌詞を表示してくれたりというような機能もあるんですそんなことで使い方というのは全く難しくないですので皆さんも是非概要欄から飛んでみてくださいそうしまして 今後もですね僕の GPT 図はスノー AI とかスノとかいうのがついているそういう呼び名の GPT 図があと10個ぐらいありますもしかしたらいつ突然消されるかも分かりませんですから概要欄のところにはですね僕のホームページですねこれを書いておきますのでこのスノー AI 専用のホームページこれのですね 上のメニューの4つ目ですけれどもの AI 歌詞ソフトというのがあります。ここに行ってもらうとですねこのようにスの AI の歌詞に関わるような僕が作ったソフトをここに載せていますちょっとまだかっこよく整理ができていないような感じなんですけれどももしアドレスとかが変わったらここで管理をしていますのでこの ホームページにさえ行けば何日か前にその AI から勝手にですね、公開を消されてしまったような時にもすぐに対応してですね、もう一度作り直して、そしてリンク先をここに埋め込むというふうにしますので、皆さん、ここへ来て使っていただくと、例えばここでこれを押します。そうすると、はい、このように 作成 AI の方に飛んでくるようになりますのでもし緊急トラブルが発生した時はこんな方法で対処していただくといいかなと思われますおかげさまで何万人もの人が使ってくれていたらですねたくさんの方が問い合わせをしてくれる嬉しい話ですけれどもこんな時にもリカバリーできるようにしておかないといけないなそんな風に 感じたので今日は緊急で動画を撮りましたちょっとこの一週間ほど僕の体調も優れなくってですね日々のやっている活動を少し自粛したりしていたんですけれどもこれはですね早く皆さんにお伝えしないと困ってらっしゃる方もいてるということで今日はご報告の動画発信とさせていただきます では、今後とも僕の GPT 図よろしくお願いしたいと思います。では、またねー。